メドベジェフ,ジェフ首相のこの北方四島への訪問が行われたとしたならば、北方領土、その北方四島に関する日本の立場とはこの相入れません、また日本の国民感情を傷つけるものともな,るなりますロシアのメドベージェフ首相は、23日の閣議で、北方四島への訪問を示唆しました。 これを受けて日本政府はモスクワの日本大使館からロシア外務省に対しメドベージェフ首相の発言に懸念を表明し北方四島への訪問が行われないよう申し入れました岸田大臣は自らのロシア訪問や年内のプーチン大統領の訪日については引き続き検討することに変わりはないと強調しました